どうもこんにちは、リンクスのタクです。昨年2021年のモスバーガーの福袋もご紹介の方してみたんですけれども、今年は2022年ということで購入してみました。今年はね、オンラインでの販売ですよなんていうね案内があったので、店頭では買えないのかなって思っていたんですけど、すんなり買えましたということで、今日はこちらですね、中身の方を見ていきましょう。料金が3000円ですね。実家のね方に帰省してきておりまして、うん、母親がねモスバーガーを買ってきてくれということで、今日はお使いでお金を預かって買いに来たわけです。まず3000円で購入して、お食事補助券というものが500円かける6枚、つまりもうね買えただけで3000円分が戻ってくるということになります。今回はね、モスバーガーグランステージ水戸店というね、水戸のねモスバーガーです。有効期間が2022年3月31日まで使える500円のお食事補助券ということで、去年もね同様のものが入っていました。すごいねこれ助かりました、去年もね。まあこれだけでもっていう感じなんですけれども、いろいろね入っておりまして、ではまず1つ目、ででんと可愛いねパスケース、リラックマのパスケースです。ピンク色だね。ちょっと開けますね。親戚のね女の子とかにねあげたりしようかなって思います。よいしょ、裏側がねこんな感じで、まあ定期券とかねカードが入れられる形ですね。うん、意外とねなんかしっかりしてるな、作りがクッション性がある感じです。よし、いて、いやたくさん入ってるんですよね、これびっくりです。メモ帳、プレゼント良かったですねなんてね書いてあります。これね柄が全部一緒なのかな、ちょっと開けてみようか。今年もねもういろいろ福袋のね情報とか見てたんですけども、以前はねタリーズとか米田コーヒーとかねご紹介したんですけど、結局ね自分もなかなか福袋当選とかしなくてですね、ちょっと今年はね初当選というか初めてね買えた福袋がモスバーガーです。去年はねモスバーガーが一番お得だったような気がして、うん、まあ、そういえばなぁと思ってね今日は買ってみました。そう、柄はねまあこんな感じですね。うん、結構枚数はあるかなって思います。かわいい。うん、これが、3つ目ですね。こう敷いて、すごいデデンとリラックマのブランケットです。これ大きいなぁいいのかな、3000円でいいのっていう感じですけど、去年もブランケットだったかなが入っていたんですよね。あれね、未だに使ってますね、よく。膝掛けとして。動画編集とかするときにも、使ってます。今年はどんな柄だ？今年は、おっ、おっきいおっきい。こんな感じ。なんか食べてる。あ、ハンバーガー食べてる。モスバーガーかな？モスチーズかな？かわいい。すごいおっきい。ごめんなさい、今ね、車の中でね、ちょっと全部広がらないんですけど。こんなね、モスバーガーね。うん。モスバーガーとリラックマって書かれたブランケットです。素材は結構しっかりしてるかな、暖かいね、ブランケット毛布になっています。いいですね、結構ね冷えるから助かりますね。あ、まだ入ってますねすごいすごい。ででんと、なんだこれ、あ、トートバッグ、ふわふわトートバッグだそうです。でかいなこれも去年より進化してるかな？去年こんな入ってたかな？ブランケットだけ覚えてるんですけど、今年はこんなトートバッグが入ってましたね。ちょっと去年忘れてしまったな。あ、すごいすごい。柔らかいね。しっかりしてるバッグです。これ普段使いできますよ、全然。モスバーガー食べてて、リラックマがいて、で、ここがボタンになっていて、ピッて開けるとこんな感じ。街もあってですね、立体というかねフォルムもしっかりしている。このままね立つような感じですね。うん、中にもねポケットが入ってますね。持ち手部分のクッション性もあります。使えるねこれ、母親が喜ぶと思いますいやこれねすごいお得です。ということで、ふわふわトートバッグとブランケットとメモ帳、パスケース、お食事券が付いているというね、すごいお得な福袋になっておりました。うん。
ということでね、今年もさらっと、ご紹介の方してみました。インターネットでのね、予約が中心となるようですけれども、僕のようにね、お店で買える場合もあるみたいなので、ぜひね、チェックしてみてください。超お得ですね。モスバーガーね、もうしょっちゅう行く。ね、美味しいからね。今12月の30日ということでね、今年ももうちょっとでね、終わってしまいますけれども、何かね、福袋とか、面白いね、情報とか、ありましたらね、動画をね、アップしたいなと思います。普段はホテルや観光地などの紹介をしているチャンネルになります。僕はね、いつも、モスバーガー、メロンソーダです。ポテトがね、美味しいですね。ホクホクポテトが。マックのね、ポテトが、今年はね、M サイズと L サイズがね、販売、なんか停止になっちゃったんですよね。なんてことでね、まあ、モスバーガーもね、たまにはいいですね。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。